ディスカバリージャパン。まだ見ぬ新しい世界へようこそ。今回のテーマはかつて栄えたシリーズ。今回は岡山県備前市吉永町鏡の八頭寺を旅します。八頭寺とは聖武天皇の時代、僧道教の開基と伝えられる古刹で、往時は山岳仏教の中心地として映えた土地である。しかし寺に行くわけではなく、八頭寺周辺ののどかな村を旅します。周辺は八頭寺ふるさと村として整備されています。素朴なかやぶきの民家も多くあり、きっと癒されることでしょう。かつて栄えた村があった。人々は皆明日を夢見て元気に暮らしていた。村には何もなかったけど、それでも楽しかった。何より隣近所の助け合いがあった。子供たちがそこら中を走り回ってとてもにぎやかだった。父は子供たちに静かにしろと怒鳴っていた。それが村は貧しかったけど、それでもみんな明日を夢見て懸命に生きていた。しかしそれが櫛の刃が欠けるように、一人また一人と村から出ていった。ふるさとを離れて今思う子供の頃の思い出。なお文と画像は関係ありません。学校まで4キロの道のりを、雨風の日、来る日も来る、ひたすら学校へ通った。山道は動物の出没に怯えて駆け足で通り過ぎる日々。いつまでこんなことをやってるのか。なんでこんなところで。どうして私だけがこんな山の中に生を受けたのか。先祖を恨みました。明け方、吐く息で布団は凍っていた。
いつも通り朝6時に起きて、窓の外を見れば、つららが輝いていた。家を出た時は、一面の銀世界だったのに、峠を下ると、ふもとの集落に雪はなく、暖かな日の光が、私を包んでくれた。集落のバス停のところで、先輩たちと待ち合わせ。先輩たちは、今日はやけに寒いと話していた。私の体は、ほてって汗がにじんでいた。先輩たちの集落までは、街灯がついているのに、私にとって、一番必要な峠に電灯はついてない。その代わり、熊よけの鈴があちこちに立っている。学校で一番欲しいものと聞かれて、街灯と言ったらみんなに笑われた。先生も笑っていた。懐中電灯の電池は切れていて、お父に頼んだけど、町まで行かないと電池は売ってない。今度行ったら買ってくると約束してくれたけど、そもそも町に行くバスが廃止してしまい、懐中電灯が活躍する見込みはない。みんな私の苦労を分かってくれない。クラブ活動で遅くなると、家に着く頃はもう真っ暗に。同じスタートラインに立っていても、私にはハンデがある。公平、平等、そんな言葉は私にはない。しかしその学校も今は消えてなくなった。私が卒業と同時に、周りの人たちはみんな卒業まで学校があってよかったと言うけど、どうせなくなるならもっと早くなくなればあんなに苦労することもなかったのに。とにかく早くここを出たかった。最後までご覧いただき、ありがとうございます。